お世話になります。イグザムの黒です。黒です。よろしくお願いします。はい。さあ始まりましたイグザムのイグザムラディオ。ちょ黒聞いてや。何？聞いてやこれ。ないよ。俺物心ついてだいたい20年ぐらい経つんだけど。うん。俺ついに変えたんだよね。約20年越しにとうとう俺変えたんですよ。いや、な、何よ。ペンの持ち方。ペンの持ち方変えたんよ、俺。はあ、はい。すごくね。はい。お、もう何も興味ないや、もう終了、終了。終了。いやいやいや。終了だわ。あれだよ、だからペンの持ち方っていうのは別にあの鉛筆とかそのペンとか全部関係なく全部のその持ち方を変えたっていうことでいい。そう、変えたの。すごくない？もう20年間やってきた持ち方を変えたのよ。まあ確かに、ちっちゃい頃に硬筆とかでね、みんな持ち方とか多分やると思うけど。そうそうそう、いわゆる公式、もともと、僕は、いわゆるですね、こう、ペンを、これ結構説明が難しいんだけど。うん、これ絶対ラジオでやることではない。ちょ、見て、これ。ちょ、見て。もう、あの、いわゆる人差し指と、はい。中指の第一関節でグッと押さえて、この人差し指を完全に親指で抱き込んじゃうっていう持ち方をしてたわけ。はい。これ皆さん伝わってるから、俺は今ね、見えてるから伝わってんだけど。抱き込み式。そう。で、正規のやつは、うん。この、親指と人差し指両方でこう、持つよね。そうだ。だから、あの、ちょっと、この一つまみみたいな手の形で、そう。ペンをね、持つような感じだよね。そう。俺変えたんですよ、これ。それはなんか、きっかけはなんかあったんですか？いや、なんか、もう、27にもなるんだから、うん。ペンぐらい持とうよって、なんか、もう一人の俺が言うんだよね。リトルグロが言うわけで。そう、リトルグロが言うの。俺さ、はい、結構そういうことがあって、うん、小学校4年生までものすごい好き嫌いが多くて、給食とか毎日残してたのね。クラスメートにそれだとバカにされるっていうのが嫌で、ある日、うん、もうとにかく何が出ても、全部食べるっていうのを、なんかある日突然決めて、直したっていうこともあったり、うん、はいはい、でこんなペンの持ち方してるから、お箸の持ち方も、大学生まで、うん、いわゆるさっきの人差し指を抱き込んじゃうんだけど。いやいや、だから抱き込むでちょっと照れるのやめてもらっていいかな。こう、もうさすがに大学生なんだから、持てるようになろうと思って、うん、箸の持ち方もね、なんとか変えたの。それももう10年ぐらいだよね、もう。ああ、なるほどね。もう最後はペンだと。はいはい。うん。もう最後はペンだと思って、ここ2週間ぐらいで、この抱き込みたい衝動を抑えながら。はいはい。もういつも書きながらもう抱き込みたい、抱き込みたいって思うんだけど、いやでもここで抱き込んだら、ここで抱き込んだら変えられないって、もう自分の中で葛藤しながら、ようやく走り書きとかメモをするのに違和感なく書けるようになってきた。おー、なるほど。実際じゃあ、グロさん、それ変えてうまく書けるようになった？全然。Exam, exam, exam, exam radio, beep, 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 exam radio.